冬になって乾燥するじゃないですか。で、今年久々にですね、リップクリームを使い始めたんですけど、あんまり唇の乾燥とか気にしてなかったんですけど、ちょっともうなんか今年全然ダメだなと思ってですね、それ使い始めたんですね。で、なんか試供品的にもらったやつがあったんで、それでいいやって、別に何だっていいじゃないですか、言ってみたら。まあ別にメンソレータムのやつだっていいし、まあちょっとこうメンソレータムアレルギー的な人もいるからあれかもしれないですけど、まあでもいいんですけど。で、指にとって塗る、こう、女性の方がやるようなタイプのもらっちゃったんで、塗るじゃないですか。で、もうまずだから甘い匂いでこう食べたくなっちゃう感じが好きじゃないっていうか 食べたくなっちゃうんでよくねえなって思っててあんまりやらなかったんですけど、そういうの。昔のこれぐらいの箱に6個こうガム入った風船ガムって書いたやつ。あれみたいに美味しいからもう食べちゃいたくなっちゃうみたいなやつ。そんな感じなんで。そんで、塗って、で、これどうなんですか？この塗ったやつは、この指につけたまんまでいいのか？ これは洗わなきゃいけないのか？っていう問題。なんか、ちょっと結構ベトつくんだけど、みたいな。でもベトつくのは逆にそれはそれでいいんだ、みたいな話なのか、どうなのか。ちょっと最近の疑問です。ほとんど、このチャンネルは、8割強の方がですね、男性しか見ていないので、この疑問に答えられる猛者が出てくるのかどうかわかりませんが ね。今日は、宝バイオのボールペンをいただきましてですね、これは、クロムテック、宝、セラーティスですか？はい。ということで、宝バイオ。ジェットストリームですね。ジェットストリームですね。はい。ということで、宝バイオ。宝ホールディングスからスピンアウトした会社ですが、まあ、あれですよね、もう、ノーベル賞の時期になると、またノーベル賞でざわつくんじゃないかって、ノーベル賞で関連した誰かが取るんじゃないかっつってですね、騒ぎ出す銘柄ですが。だから、逆にノーベル賞銘柄は、ノーベル賞発表前に売っちゃったらいいんじゃないかっていう。ね、2ヶ月前ぐらいに仕込んでしまって、あそこもそうですよね、なんですけど、文教堂でしたっけ？とかもね。だいたいまた村上春樹取れなかったっつってさ、でもあれかもしれないですね。今年はね、カズオ石黒氏でしたから。その後全然見てないですけど、ちょっと後で見てみましょうね。で、何ですっけ？なかなかバイオ銘柄の話ってのは非常によくわかりにくい。よくわかりにくいっていうか、まあ理解しようとしてないだけなのか、わからないですけど。再生医療に強い企業ですんで、再生医療もそうなんですけど、あと、あれです。遺伝子治療ですね。遺伝子から、遺伝子をこう取り出して、こう、増幅させるっていう、何ですか、遺伝子を、こう、無毒化して、で、それを培養してまた戻すみたいな、そんなことで、遺伝子治療をしていくっていうような企業かなと思ってますけど。今の、なんですか、いわゆるこの医薬品業界っていうのが、そのタンパク質とか抗体とかっていうことで治療していくっていう、今そういう時代なんだけども、将来的には iPS 細胞で再生していくっていう再生医療の話になっていくんだと思うんですが、今はその過渡期というか、いわゆる自己治癒力とかっていうのをこう利用して、遺伝子をこう無毒化して、さらに戻すことによって治療するっていうようなところも進んでいるんだっていう。で、その後の段階で再生医療みたいなのが来るらしいですけどね。というような。まあ、ちょいちょい、これも、
大相場が来る銘柄ですからね、それ面白いですけどね。ちょっと資料、ますか。それこそ山中先生との、提携みたいなこともしているところですんで、この前、富士フイルムの、ね、その特許料の引き下げみたいなところの話もあったんで、いい話ばっかりなのかどうか分かんないですけどね。今開発しているのはやっぱりがんのところが多いんですかね。脾臓がんと食道がんを今フェーズ2に進んでいるものとか、あと悪性黒色腫の治療でフェーズ2に進行しているものということですね。日本初の遺伝子治療の承認っていうことが今目標とされているようですので、まあ、こうなるとだからその抗がん剤みたいなことでの、こう、なんですか、あれです、副作用的なこともねなく治療できるっていうので期待がされるところでありますが、そんな宝バイオ、本社は滋賀県だそうですので、結構中国とか強いですよね。中国ね、にのに優秀なこの技術者とか、その開発研究者かとかっていうのを多数というかたくさん抱えて、日夜研究に勤しむ企業ですんで、はい、またバイオバブルが来たら楽しいですね。ね、また来るといいなと思いながら、そうするとね、マザーズとかはまた盛り上がって楽しいんじゃないかと思うところですが。ということで、じゃあ、今日は宝バイオから、株価見ていきましょう。ここから夕方の部であります。 ということは、お分かりいただける方はお分かりいただけると思うんですが、ここからは夕方です。夜です、もう。宝バイオ、3円高1520円、0.2%上昇しております。バイオの一角が今日は結構同意づいてたりしたところもあったようですんで、で、オノヤクとかオプジーボの、薬価改定が6%ですかっていう話でしたけど、思ったよりも下がらなかったねっていう、まあ、ポジティブサプライズ的な、ことで今日は買われております。49円50銭だから2583円50銭と1.95%上昇でしたね。で、あとちょっと話題に出しました。文教堂、こんな感じです。って感じ。長く持ってられるんだったら今買っといたら来年また上がるんじゃないですか。さあ、日経平均見ていきましょう。日経平均が今日は108円10銭安、22,758円07銭、0.47%下落。ほら、やっぱり。ほら、これだから三角持ち合いと見るべきなのか、こうヘッド&ショルダー的になってしまったと見るべきなのか、難しいところですよ。これだからここ、ずいぶんちょっとまたスルスルってきちゃうと、22,000円ぐらいまで来ちゃうと、ちょっとこれは怖いですね。はい。まあ、FOMC 今夜、じゃあ明日か。あれ、今日か。いや、明日。どうなりますでしょうかっていうことで、日中、なんなんですか、アメリカの補選があって、民主党が勝ったということでですね、また政策、懸念、政策運営懸念ということでですね、5場からさらに売り込まれるような形です。これ5分足ですが、こんな形で、5からまたさらに売られる。アメリカの選挙のことなんか知ったことかと言ってやりたいところですが、まあ、致し方ない。ですね。まあ、特に、信越化学みたいな、まあ、インフラ関連、アメリカのインフラ関連みたいなところが下げてしまうのは、まあ、しょうがないかな、許してあげようかなと、私も思ったりするわけですが。というようなところですね。トピックス、4.24ポイントマイナス、1810.84ポイント、0.23%下落。やっぱりそこまででもないんですよねっていう感じで、
規模別で見てみると、東証一部大型株指数が 0.1% の下落なので、そこまでではない。中型とかですね、中型株指数 0.45% マイナス、小型株指数が 0.27% マイナスということで、大型株が実は堅調だったっていうところが、なんか FA 関連とか、半導体、エレクトロニクスとかっていうのは、ハイテクとか、とりあえず置いといて、銀行良かったね、金融良かったねってことなんでしょうね。時価総額の大きいところが良かったねっていうようなことなんでしょうね。2部指数、今日上がってるでしょう。さあ、33.41ポイント高、7110.42ポイント、0.47% 上昇。東芝が続伸しておりましたんで、まあ、終値ベースでは分かんないんですけど。というところですね。ジャスダック平均7円54銭安、3858円09銭ということで 0.2% 下落。さすがにちょっと、まあ、半導体安いとどうしても、ね、大どころが、フェローテックなり、ハーモニックなり、その辺がやられてしまうというところもあるんでしょうかね。マザーズ指数、今日はプラス 6.03 ポイント高、1187.65 ポイント、0.5% 上昇。バイオの一角が結構今日は買われていたようでありまして、キャンバス39円だから754円 5.5% 上昇とかですね。ちょっと近いところ見ていきますか。メドレックス、ああこっち下がっちゃったんですね。メドレックス21円安1137円。この辺どうでしょう。ジーンテクノサイエンス、1円高2514円。また来てますね、ここも。本当に。というような形ですね。どこが、ストレートで、ソーセー200円高、1万飛び780円。1.89% 上昇ですね。ちょっと大どころ見てみますか。アンジェス、8円安599円。オンコセラピー、オンコセラピーサイエンス、2円安200円。ダメですね。大したことなかった。どっかで買いたいですね、これね。まあ、そんなところでありました。大所もそんなに動いたっていう感じではなかったですが、まあ、インフラ投資とかに懸念が出るってことで、新S価格は、まあ、ハイテク系とのダブルパンチで来ちゃってますけど、425円安、11,495 円という形ですね。で、ずっと良かった、この辺がいよいよストップしてますよっていう安川電機、135円安、4,710円ですね。日立建機70円安3865円。どうでしょうか、はい、というところですかね。でもうどもうなんかちょっとかわいそうになってきちゃうんですけど、サムコ150円安2726円、 5% 下落ですね。もうなんかボラが大きすぎてもうかわいそう、こんなに動くことねえじゃねえかっていうですね。で、昨日お伝えし忘れていた昭和電工ですね、情報修正昨日発表したんですが、おとといか、155円安、続落です。発表したところで情報修正発表したんですが、物足りない出尽くしということでですね、2日続落となっております。というところですね。材料ベース、なんかありますかね。あれか。一回トライしましたね、ここ。元宝、24円だから315円、8.25% 上昇。任天堂との協業先、協業に、が噂されるたとかなんとかっていうことでですね、急騰しております。24円だから315円、8% ほど上昇ですね。元宝、ここで来ましたか。という感じですが。まあ、それに連れて買われた、釣られて買われた、暁210円だから7310円、3% ほど上昇しております。ゲームがじゃあ全部良かったかって言ったら、そういうわけでもなく、すでに任天堂とのですね、協業を、しておりました。
DNA あたりは安いんですね。まあしょうがないですね。96円安、2319円 4% 下落。DNA は今年はあんまりいいことないですね。しょうがない。で、その、任天堂ですね。は、今日はほぼ変わらず、30円だから4万3930円 0.07% のプラスということでした。あと、ざっと見ていきますか。アルプス技研が今日280円だから4110円、7% もこんなに上がることありますかね。1対2の株式分割ということで、それもいいですよね。あと、やっぱりまた電池関連、全固体電池とかですね、リチウムイオンとか、にわかに買われている。日課等55円高、963円、6% ほど上昇しております。ちょっと材料ないなっていう時は、また、メインのテーマに戻ってくるっていう、そんな形ですかね。あ、この辺もゲーム銘柄。今日は、やっぱりちょっとゲーム、DNA 以外、ゲームですね。当水142円だから2243円、6.76% 上昇であります。ここ一回やりましたけど、ここがずっと調子いいですね。アイガン、ちょっとこの上がり方するともうちょっとちょっとね、アイガンがこんなことになるとは夢思わなかったですね。100円高711円、ストップ高ですね。16% 上昇しております。あとはですね、こんなもんですか。ファストリーの今日の何でしたっけね、ネット用のそのセミオーダー医療みたいな材料ありましたけど、結局変わらずでしたね。変わらず44,340円みたいな話で、その代わりにここが下がると、スタートトゥデイ110円安3460円、 3% 下落ということでした。ちょうど1年前からの値下がり率ランキングでトップ2がグルナビ、クックパッドだったと思いましたけど、その辺が弱いってことはちょっとスタートでもどっかで終わってしまうんじゃないかなっていうような気もしないでもないんですけどね。はい、情報修正発表しました。ロードスターキャピタル、132円、94円高1790円、 5.5% 上昇ですね。12月期予想を情報修正、同時に増配発表しております。この辺は皆さん買われたんでしょうか。 SG ホールディングスですね。今日は1906円で終えていることで、初値が1900円、1600円とかでしたから、まあ良かったですね皆さん、おめでとうございます。結構大型の割には意外と取れなかったっていう感じだったみたいですので、はい、というところですかね。はい、レーティングをざっと見ていきますか。ここはまあ好業績ですよね。シニテスソリューションズ、シニテス住金ソリューションズか。12円だから2895円、0.4% 上昇。2600円、 SMBC 日興が2600円の目標価格を3000円に引き上げています。あとは キャピタルアセットプランニング、170円高3380円、 5.3% 上昇。ダイワが3000円から3660円に引き上げていますが、ダイワのシステムがっつり作ってますからね、そういうのあんじゃねえかとか思ったりしちゃいますけど、キャピタルアセットプランニング、あと結構この辺のあれですね、なんていうシステムインテグレーターみたいな、なんて言ったら正しいんですかね、強いですね。野村総研、90円高5200円、 1.76% 上昇。日本オラクル、
あ、野村証券が SMBC 日興が5400円から5800円にも今日株価引き上げてるんですね。日本オラクル SMBC 日興が7000円から8300円。この辺がまとめて発表したんですね。この辺の面。アナリストがまとめて発表したんでしょう。日本オラクル変わらずです。じゃあ一緒に見ちゃいましょう。CTC、伊藤忠テクノソリューションズ、50円高4785円、1%上昇ですね。これが4400円から4800円に目標価格が引き上げです。エーザイ、上がってます。みずほがレーティングアップから中立に。で、目標価格が5250円から6600円にしております。149円高6864円ですね。さあ、マッコーリーがこの辺を出してきていますよ。ディスコ。まあ、勝てないですね。900円高24,350円、3.56%下落。ディスコ2万7000円から2万7350円。350円買えたぐらいでは、こんなもん効かないですよ、今日、残念ながら。もう一つ、ダイキンを、まあ、これが1万1500円から1万3000円に引き上げていますが、80円安、1万3435円、0.6%下落と。工業石銘柄。まあ、工業石というか、結構外食産業とか食品産業、まあ、外食産業中心なんですけど、ここを結構目指すようなところも多いですね。サイゼリヤ、50円安3705円で終わっておりますが、野村が、目標価格3500円から4300円引き上げています。金融が良かったな、結構。レーティングのおかげもあるかもしれません。三井住友トラスト、ダイワが4300円から4500円に目標価格が引き上げ、49円高4431.1%上昇ですね。トントントンと来てますね。ダイワが同じくというか、同じくダイワが、損保ホールディングス、変わらずでしたね。5700円から5600円に引き下げています。じゃあ、代わりに上げたところ、MS&AD を、レーティング3から2に格上げ、目標株価3700円から4000円に引き上げております。26円高3719円、0.7%上昇ですね。あと、東京海上も同じく目標株価を引き上げています。ダイワが4800円から5800円に引き上げ、34円高5165円、0.66%上昇ということです。そして最近話題のリクーンをですね、 JP モルガンがガーンと出してきておりますので、バーッと見ていきますね。あ、違う、これ新規で、あれですね、カバレッジ開始したんですね、JP モルガンが。さすがにこんだけ上がってるんじゃ、ちゃんとカバーしなきゃなってことでしょうかね。東急が21円高、1873円ですね。新規ニュートラルで、目標株価1810円としております。じゃあ、もうバッと見ていきましょう。小田急を、1円高2474円ですね。小田急は新規アンダーです。で、2440円と目標価格しております。 JR 東、新規ニュートラルで、1万1800円目標価格ですね。5円安1万2200円。ちょっとこの辺はいろいろあるかもしれないですけど、 JR 西40円高8499円。これは JR 西が新規オーバーですね。で、9100円の目標価格です。いろいろあります。 JR 東海、今日は上げております。185円高21,115円。とか JP モルガンが、新規オーバーで9100円目標価格ですね。で、ちゃんちゃん24,400円ですね。で、あと、モルガンスタンレー MUFG 証券が、アンダー継続ですが、目標価格は17,600円から18,900円に書くわけです。西武、3円高2,105円。JP モルガン2,280円で新規格付け、オーバーですね。しております。阪急阪神、5円高4,620円。新規アンダー、4,310円の目標株価です。ヤマト2社、JP モルガンが新規ニュートラルにしておりまして、で、目標株価が2,230円。あと、 SMBC 日興が3から2に格上げ、1,900円から2,200円の目標株価が引き上げています。スイス今日は32円50銭安、2,353円50銭。まあ、SG も上場しましたからね、ちょっと、その辺はいろいろあるかもしれない。どんなところでしょうか。まあ、いろいろあるんですか、他にも。というとこ、ちょっとここ気になるんで、見たいと思います。三住グループ本社、
100円安3165円、やっぱりこういう時はちょっとダメですね。三菱 UFJ モルガンスタンレーが2500円から3100円に目標株価引き上げていますというところですね。今日は原油ベアは売ってしまいました。はい。まあ十分下がったかなというところで、9300円で終わってますけど、もうちょっと安いです。9270円ぐらいで売ってしまいましたんで、9090円で買ってますから、で3口でしょ、180円かける3、540円のプラスですかね。はい、というような形です。で今日イマジカロボットがまた強いんですよ。69円だから1000飛び飛び4円、 7% 上昇です。広告系最近いいですね。例の、材料もありましたけど、この辺の、企業の中に屋外広告の規制緩和みたいなところでイマジカロボット買われているようです。はい、ということでですね、あと何でしょう、四国電力が下がったりとかですね、いろいろありますけれども、まあ、FOMC 前にですね、いろいろ材料を見極めながらまたやっていかなきゃいけない。来年の利上げは何回なのか。まあでも3回なんでしょうね、きっとね。4回、2回にするってことはあんまりないんじゃないかなと思うんですけど、普通に個人的には3回っていう形で、ドットチャートは出てくるんじゃないかなと踏んでおりますので。ということで、今日も駆け足でお送りしてまいりました。コメントですね。いつも楽しみに見てますということで、マンダさんはまたいただきました。ありがとうございます。これは、あれですかね。別に北の方とかっていうのは関係ないですかね。別に北国の話をしてますけど、そういうわけではないんですかね。ちょっとわかんないですけど、ありがとうございます。なんせ寒いということですからですね、体に気をつけて本当に。私はここ3年ぐらい風邪をひいてないんですよ。何が原因かわかんないですけど、まあヨーグルト食べてます。機能性ヨーグルトはやっぱいいんじゃないかと思いますんでですね、ぜひ皆さんも毎日ヨーグルトを食べてしたら元気ですね、風邪ひいてる場合じゃない時期ですから、気をつけて十分防寒対策をしてですね、年末を迎えていただければと思います。そして私の個人的な見立てとしては、FOMC 過ぎて、ちょっとしたら市場参加者少なくなってくるんで、そんなに派手に上がるような感じじゃないんじゃないかと、年末株高とか言ってますけど、っていうような気がしてるんですが、とか言って上がっちゃったりするんで分かんないですけど、な個人投資家が頑張ればいいと。いうタイミングだと思ってますね。はい、ということで、12月、あ、カレンダーめくるの忘れましたね。12月13日水曜日でした。